海野章小術は、江戸幕府の旗本。旗本海将師三代目。海野章聖母の子。通称、木上門。不審奉行、第十七代長崎奉行を務める。室は、徳川忠長家臣、大河内金七郎房の娘。子に将、海野章正地土屋正隆、海野章正行、宮崎重正室、大森高貴室。 不信奉行を務めた後、慶安5年6月、長崎奉行に就任する。明暦2年冬、著者の沢の忠し案が記したローマ字の状態であった、健康弁説の翻訳を、西吉兵と、向井玄章に、さらに、向井玄章には弁説を行うことを指示した。明暦3年に、非全国大村藩領内での大規模な、近況違反事件、軍崩れを、 愛役の黒川正直と共に担当し、厳正に処分した。万事2年外国船の見張りの重要性から、農民などに見張らせていたが、新たに、縁剣役の抗議役人を新設した。翌年、在職中に、江戸にて没する。太友院伝後、三木付録によると、長崎奉行に就任した時、将軍、徳川家光の御前に召され、我が国が、もし外交によって、 いささかでも領土がかすめられるようなことがあれば、日本の地辱であるぞと、その責任の重大さを、家光自ら彼に説き、さらば長崎奉行の職は、大事なれば、よく心ゆるびなく、おごそかに慎むべしと、言い含められたという。海野省省術、正さちの血縁者が、旗本の土屋、大森、加藤の遺跡を継ぎ、幕府内の重要な役職を得ている。 丸に、数字は、各位への家徳を継いだ順位。海野章大森。章術、長崎奉行、校長、目付。海野章五度や海野章海野章偶崎大森、大森加藤。正地江戸南町奉行、正隆、目付、日付盗賊改め方、聖、奥正行重正室さ高輝き室イコールイコール、高輝きしげなが。勘定奉行。 土屋大森大森。小京、大目付、たやすけ家老、次長、目付、長崎奉行、勝長室。海野章、加藤茂宮浪。章栄、目付。石本美潮。徳川時代における、地震学。地震第一週百139、土井、10.14834。 自身1929.9139ルイス・サライバキャサリン・ジャミザ・ジェ・スイツザ・パドロード・アンド・イースト・アジアン・サイエンスワールド・サイエンティフィック P92 ISBN 9長7898億1277万1261対陽院伝語ミキフローク間4対陽院伝語ミキフロク特院伝語ミキフロク1 2-1国士研究会 P73 https コロンスラ,スラッシュスラッシュでシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ ndljp ピッド953327ありがとうございます